青の聖騎士伝説は深沢美潮によるライトノベルのシリーズ作品。イラストは米田糸氏が担当している。2002年に第1巻青の聖騎士伝説レジェンド・オブ・ザ・ブルー・パラディンが刊行された。メディアワークスが発行しているが、同作者のフォーチュンクエストやデュアン・サークとは違い文庫でなく、ウエ製本として出版されており、 電撃の単行本の作品の一つである。電撃 HP や魔法の王国に掲載された作品と書き下ろし、作品で構成されている。なお、2017年には、第一巻が文庫化された。文庫版、第一巻には、書き下ろしの新章、ロスマリノの章が追加されている。物語は、フォーチュンクエストの100年前、デュアンサークと同じ時代の世界が舞台である。 フォーチュンクエストの登場人物のクレイ・シーモア・アンダーソンの曽祖,祖父で伝説の青の聖騎士クレイ・ジュダ・アンダーソンが本作の主人公である。クレイ・ジュダラ登場人物の一部はデュアン・サークにも登場する。クレイ・ジュダ・アンダーソンはロンザの国王に代々使える家に生まれ、14歳の頃から続く冒険生活は10年と6ヶ月を過ぎていた。彼にはいつか、 自分だけの剣を持ちたいという強い思いがあった。立ち寄った居酒屋で、銀遊詩人と出会い、伝説の、シドの剣についての手がかりを得る。そして、シドの剣を探すためにサラスの沼へと足を踏み入れる。青の、聖騎士伝説レジェンドオブザ、ブルーパラディン青の、聖騎士伝説ツーラモンテションオブザエビルソーサー青の、聖騎士伝説レジェンドオブザブルーパラディン青の、 聖騎士伝説レジェンド・オブ・ザ・ブルー・パラディン電撃文庫公式サイトありがとうございます